本日はヒップホップアーティストでありブレイキングダウンファイターのサトル選手が自身の YouTube チャンネルを更新し、その中で那須川天心選手について気になる発言をしているので、そちらについてまとめていきます。サトル選手は1月1日自身の YouTube チャンネル内にて瓜田重視選手と対談を行い、その中で最近彼女ができまして、 DM で彼女の方にサトルがどこどこで女と言いましたよとか来るんですよ。そうすると彼女も敏感なんで反応しちゃうんですよ。彼女は心配性ですぐに心配をかけちゃうんですよ。だから無駄な心配はかけないようにしてるんですけど、彼女はモテますね。これ言っていいかわかんないんですけど、この前那須川天心が俺の彼女にファンだからコンタクト取りたいって連絡来てましたね。断ってましたけど、時代は今天心より悟るだぞと語り、自身の彼女である下月ルナ氏に対してファンだからコンタクトを取りたいと那須川天心選手から連絡があったことを明かしております。下月ルナ氏は1990年生まれの32歳、女優と DJ をこなし、過去にはタレント活動も行うなど多岐にわたり活躍しております。サトル選手と下月ルナ氏は昨年12月フライデーにより交際が明るみになり、世間の注目を集めておりました。そんな中、瓜田重視選手との YouTube コラボ対談の中で、サトル選手は自身の彼女の裏話を行い、このサトル選手と瓜田重視選手のコラボに対してファンの中では、瓜田さんとの対談はすごくいい空気感が出ていていいですね、浅くないしすごく深くてずっと聞いていたいですね、またやってほしいです、二人にはこれからもいい関係でいてほしい、二人の話を聞いてるだけでも自分にとってすごく成長の糧になります、瓜田さん、サトルさん、これからも応援しています、頑張れ。なんかこの二人の対談いいな、相性がいいのか30分あっという間だったよなど、サトル選手と瓜田重視選手のコラボ対談に対して称賛の声が多く寄せられております。注目の集まるサトル選手、瓜田重視選手の今後の行方はどうなるんでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。